はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと変わり種の車を紹介したいと思います。車はダイハツのムーブっていう軽自動車なんですけどね、12ボルトのパワーを何積んでもやっぱりいまいちだな、軽じゃなっていうことでね、ちょっと一工夫、ここの、まあ、右前のところにちょっとわずかなスペースがあるので、ここにキャンターの24ボルトの50アンペアのオルタネーターをなんとか取り付けて、24ボルトのパワーをかけられるかなということでね、これがそうですね、これがキャンターの24ボルトの50アンペアのオルタです。これをつけて、なんとかね、あのシングルのベルトで回してるんでね、まあ、たまにやっぱり針の調整はしないといけないようですけどね、使えてるようです。ダイハツムーブですよ。はい、ちょっと楽しいかなということでね、ご紹介しました。なかなかね、これ自分でやったらしいんですけどね、苦労の跡がありますねこんなになってるから。でも他にエアコンとか12ボルトのオルタを外すことなくね、これできたんで、良かったですね。まあ、こんな感じで軽自動車でも諦めないでビッグパワーを夢見てください。アップバーターなんか使うよりはよっぽど生の24ボルトのパワーの方がね、楽しいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今日はダイハツムーブのご紹介でした。